夏休みもあと1週間か。夏休みが終わるまでに姉ちゃんたちの中から許嫁を決めるなんて俺にはできないよ。このまま姉と弟みたいな関係でいたいってのは俺のわがままなのかな。夏休みだからって緩みすぎなんじゃない？アンズちゃんはなんで制服なの？私は今から補習。あんたは受験生でしょうが。ほら行くぞ。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃいませ。おはようございます、紅茶ま。沙織ね、いつもありがとう。ね、そうもございません。この家のメイドとして責務を全うしているだけですので、どうぞお召し上がりください。あん、沙織ちゃんばかりずるい。私だってこうちゃんのために甘いクッキー作ったんだから。桃姉、ちなみに砂糖どれくらい入れたの？いっぱい入れたからわからないかな。ちい姉様、本日は大学のサークル活動にお出かけになるのではなかったのですか？はあ、忘れてた。じゃあ行ってくるわね。行ってらっしゃい。行ってらっしゃいませ。沙織姉もクッキー食べる？私、朝食は済ませてしまいましたので。結局これ全部俺が食べることになるのか。沙織ね。はい。何か手伝おうか？紅茶ま、そうですね。主人のお手を煩わせてしまうなどメイドとして恥ずべきことなのですが。いいよ、何でも言ってよ。では大変恐縮なのですが、買い物お願いできませんか？お砂糖を切らせてしまいましたので。了解。でも、ん？どうせなら二人で一緒に行かない？紅茶ま、それは私に外に出ろということでしょうか？そうなるかな。無理無理無理です。いくら紅茶まと一緒にお出かけできるからとはいえ、家の外に出るなんて。沙織姉は家の中では優秀なメイドさんだけど極度な引きこもりなんだよな。ああ、できることなら紅茶まとお出かけしたい。でもでも、ご主人様の命令でもダメかな？主の命令に逆らうなど私の銀文字に大いに反します。しかしこればかりは。嘘嘘、ごめんね沙織姉。じゃあ俺行ってくるよ。引きこもりの私めをお許しください。タイミング悪い。沙織姉。沙織姉、こんなところで何してるの？紅茶ま、私が至らないばかりに紅茶まが雨に濡れて風邪でもひいたれと考えていたら、いても立ってもいられなくった。外に出ても平気なの？大丈夫沙織姉。やっぱり外に出るのはまだ早かったようです。
私は幸せなメイドです。沙織ね、次から無理しなくていいからね。いいえ、主のピンチに駆けつけるのもメイドの務めです。少し前までは私がおんぶをする側だったのですが。そうだっけ。本当にご立派になられました。結局二人とも濡れちゃったね。はい、私のせいでこんなにも冷たくなられてしまって。あ、紅茶まの唇が紫色に。でね、ももちゃん、補習の先生が私の嫌いなやつでさ。あらあら、大変だったわね。なんか私のこと目の敵にしてくんのよね。妹、行儀が悪いですよ。はいはい、おかわりちょうだい。あんちゃんはよく食べるわね。育ち盛りなの。そう、いっぱい育つといいわね。紅茶まはおかわりはいかがですか。大丈夫、もうお腹いっぱいだから。そうですか。あ、サオリン早く。あ、はい、お待たせいたしました。入るわよ。ユリ姉、ノックしたわよ。単刀直入に聞くけど、コーキー、一応確認しておくけど、私たち姉妹の中から許嫁を決める話覚えてるわよね。うん。じゃあ沙織が許嫁ってことでいいの。わかんない。わかんないってあんたね。いきなり姉ちゃんたちの中から許嫁を決めろったって、そんなの困るよ。コウキ、コウキはまだまだ子供ね。ユリね。でもね、いつまでも子供じゃいられないの。私もモモも沙織もコウキのこと本気で好きなの。アンズのバカは自分でも気づいてないんだろうけど。俺も姉ちゃんたちのこと好きだよ。だからこのままでいたいって。ユリね。大丈夫、今は私に身を任せなさい。これより花火師家家族会議を始める。お父さん、これって何のための家族会議なの。コウキ君には夏休みの間うちで生活してもらうことにした。え、うちってここですか。そうだ、もちろん君のご両親には快諾を得ているぞ。ちょっと待ってください、いくら両親が許可したからって。それってコウキと同棲するってこと。うん、一緒に暮らすんだからそういうことになるわね。ふーん、いいんじゃない。いや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 、いや俺だって男ですよ。家族同然とはいえ同棲なんて。お父様、沙織姉は反対だよね。それはつまり朝から晩まで紅茶まのお世話ができるということで間違いないでしょうか。そうきたか。はいはい、私も紅茶にいっぱいお菓子食べさせてあげます。私は毎日マッサージしてモーラを。何言ってんの、勝手に決めないでよ。私はどっちでもいいけどね、コウキなんていてもいなくても一緒だし。それはそれで傷つくんですけど。とりあえず娘たちはコウキ君と一緒に暮らすのは賛成のようだな。それともう一つ。まだあるの。ここからが本題だ。実はコウキ君の父親アキヒロとは約束していることがある。
コウキ君には将来娘たちのいずれか一人と結婚してもらいたい。おじさん、何言い出すんですか？明宏と約束したのだ。いつか本当の家族になろうと。だからコウキ君には夏休みの間に言い名付けを一人決めてもらいたい。姉ちゃんたちのこと本物の兄弟だと思って生きてきたんですよ。結婚は考えられないか？そういうわけじゃ。でも姉ちゃんたちにも選ぶ権利があると思うんです。私は問題ないわよ。ゆりね、大大大歓迎です。こうちゃまと添い遂げます。桃ね、沙織ね、アンズ、お前はどうなんだ？私はコウキのことなんか何とも思ってないから。あのバカ。これにて家族会議を終了とする。コウキ君、夏休みの間娘たちを頼んだぞ。You're not into it. I'm not into it.